わ、結構激しい新入生までやってきましたね。もう頑張るしかない。さあ、頑張るしかない。頑張るしかない。やるしかない。やるしかない。じゃあ、竹岡さん、いってらっしゃいませ。いってらっしゃい。はい、今回はですね、関東ジムカーナの聖地に来ているということで、こんな企画をご用意いたしました。愛車 TA バトルでございます。愛車バトル、そうなの、愛車 TA バトル。今回ですね、番組オリジナルのコースを使いまして、はい、プロと挑戦者による一周のタイムアタック体験を行う。同じ車で、はい、プロと学生さんが対決するってこと。そうなんです。いいですね。で、使う車はですね、挑戦者、はい、学生さんの愛車を使うと、はい、まあ、そちらの方がかなり有利ですよね。マイカーは有利だよ。ねえ、そうなんですよ。まずですね、ホンダの S660。 これはコーナー早いですよ、ね、めっちゃコーナー早い。そうですよね。もう一台アルテッツァですね、はい、これは難しいよ。トヨタのアルテッツァ、難しい、なかなか難しい、はい、今回も小庭さんに実況を務めていただきます。よろしくお願いいたします。公式演壇長の小庭でございます。もう、ね、今日出ないですか、自分の。いや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 、ポルシェ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 、マカンで。いや、最初あれなんですけど、マジでやめてくれって言いました改めて愛車タイムアタックバトル、果たして愛車を、ね、使って素人がプロにも勝てるのか、はい、ぜひ皆さん楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、それでは一人目の挑戦者の方です。自己紹介をお願いします。はい、上智大学体育会自動車部の1年生の内野裕太です。次2年生ですね。よろしくお願いします。上智ってめっちゃ頭いいんだよ。めっちゃ頭、めちゃくちゃ頭いい。大したことないですよ。いや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 、本当に大したことないですよ。君の先輩の HRC、ホンダレーシングね、はい、HRC の社長、上智だから。あ、そうなんです。めっちゃ頭いい。頭いいじゃん。ありがとうございます。何歳ですか。19ですね。だから免許この間19になりました。あれですか、ゴーカートとかやってたんですか。まあ、グランツーリスモを結構小さい頃からやらせてもらって。そうだよね、やっぱグランツやってるやつって結構早い、早いですよね。なあ、 GT ドライバーにもいるもん。本当にいますよね。なあ、だから侮れないよ。愛車は何ですか。ホンダの S660。 おお、来た。まあ、大丈夫、すみません。愛車のポイントを教えてください。ポイントはそうですね、やっぱり軽規格でミッドシップっていうパッケージングが一番魅力だなと思ってます。車体の軽さもそうなんですけど、まあ、運動性能の高い車っていうことで、まあ、その運動性能をしっかり使えたらなという。落ち着いてる、うんうん、落ち着いてますね、19歳で、ね、余裕があるんですよ。上智って余裕があるんですよ、心に。あ、そうですか。そう。それでは今日の意気込みをお願いします。はい、まだ、まあ、1年生で19ということで、ドライビングテクニックはまだ全然荒削りなんですけど、できる限り頑張ります。よろしくお願いします。いいね、ね、素晴らしい。いいね。対するプロは誰なの。はい、そして今回その挑戦者に立ちはだかるプロは、竹岡圭さん。いや、私プロじゃないですよ。もう30年間ラリーやってるからね。いや、やってないから。いや、でもね、プロじゃない人がこういうね、スーツ着ませんよ。いや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 、だって俺いろんな人も、でも私今やってるの黒感謝ですからね。 FJ クルーザーですよ、マシン。いや、こういうのじゃないから。と言いながら、と言いながらね、自分で今立ちましたから。いやいや、いやいや、と立ちましたからね。名前呼ばれたら立たないとやっぱり失礼ですから。どうですか、やっぱ緊張します。いや、緊張なんてするもん、もう、もう、もう、こんな感じですよ。もう、どうします。しどろもどろですよ。いいよ、なんか親子みたいで。でしょ。いや、だって、埋めるもん。19歳でしょ。埋めるもん。強烈なワードが強烈すぎる。ケイちゃんはあのホンダのね、はい、S66、はいはい、乗ったことは、はあります。ああります。でほら、ビートを私持ってたんで。あ、はい、そう、今も持ってますから、はい、だからまあなんとなく系列的にはあれですけど、でもほら性能が全然ね、うん、あのオートママニュアル、マニュアルです。マニュアルか、6速マニュアルか。ちょっともうちょっとね、6速マニュアルだとね。いや、最近ほら私ずっと2ペダルなんで、どうしましょう。いや、楽しみですね。ねえ、はい、泣き言言うな。そう、待ってね。はい、頑張ります。よろしくお願いします。上智大学内野裕太選手のタイムアタック、はい、まずはスタートしていきましょう。3、2、1、スタート。さあ、自分が分からないので、ね、そして S6K だからね。そうですね、S6K 加速度は
結構激しいシーンのところでやってきましたね。コーナーは早い。小回り効きますね、千賀さんね。そう。抜けてからここが少しやっぱちょっとパワーが弱い。さあ、でもここを抜けてですね、またテリーさんの像のところに行くと、またちょっと戻して、この隣が早いですね。さすが。さあ、ここですね。さあ、ここですね。さあ、ここですね。テリー人形のところで。はい。ちょっと面白いかな。デブがないかな。はい。ね。さあ、タイム気になりますね。気になるね。いやいや、土屋さん早かったですよね。いや、今のはまあ無難に、はい、ね、はい、ノーミスでいってるよ、うん、テリーさん見てていかがでした。いや、本当にぶもうあの無難というかね、はい、うん、あのまあトップですしね、やっぱ彼はトップバッターで、うん、普段自分のバイカーなんで、はい、勝利に慣れて、手慣れてって感じがしますよね、うんうん、これはまあプレッシャーなのはケイちゃんだと思いますよ。いや、そうですね、お隣で見てましたけど、どうしよう、緊張しすぎてもう準備しちゃったみたいな。いやいや、いいね、めちゃめちゃ準備万端ですもんね。どうしよう、タイム出ましたか。55秒37でございます。意外と早くないですか。いやいや、これね、ケイだったらこれ早いですよ ね、 そうですね、早いじゃないですか。直進のところもあって、なかなかね、立ち上がりがね、出ないんですけども、うん、だけど、うちのケイちゃんは、うん、ビートン乗ってるから普段。ああ、そうですね。いやいやいや、もうでもビートもう91年式ですよ。だからケイちゃんの場合は普段ね、オートマの車乗ってるんですよ。そうなんです。そのオートマの車とこのマニュアルの車、ね、ここだよ ね、 ね。だってラリーカーもずーっと2ペダルだったから、もうね、マニュアルで乗ってないの、こういうの。もう頑張るしかない。さあ、頑張るしかない。頑張るしかない。やるしかない。やるしかない。じゃあ竹岡さん、いってらっしゃいませ。いってらっしゃい。さあ、竹岡圭選手のケちゃん見ましょう。タイムアタックスタートでございます。はい、3、2、1、スタート。さあ、そして入ってきました、テリーさん人形のところに、この回転さっきの流れで。さあ、ここ土屋さんどう思いますか。結果がね、出てません。本当。さあ、どうなるのか。まず言い訳してもいい。言い訳だな。ダメなの。言い訳してもいい。聞きましょうよ。言い訳してもいい。あの、背が小さすぎて前が見えなかった。面白い。メーターしか見えない。どうしよう。全然見えないパイロンみたいな。なるほど。なるほどね。それでは発表させていただきます。はい。結果は、結果。このようになりました。竹岡さん57秒93、そして内野選手55秒37秒でした。内野君、やりましたね。やらせていただきましたね。やらせていただきました。どうよ、どう。いや、嬉しいですね。まあ、単純に嬉しいです。ああ、すごく。こんなに聖地があるんだもんだって。ケイちゃん、2秒の差つきましたけども、はい、この2秒の差の2秒の差の原因は前が見えなかったことじゃないかと思うんですよね。怖いっすね、前見えないとね。そうだ、全然見えないの、本当に。もうちょっと見えれば、もうちょっといけたかなみたいな。でもこれしょうがないのは、しょうがないね、やっぱほら、なんか手慣れたね、はいはい、マイカーと、初見で乗ったね、まあまあまあ、ケイタクとの差もあるよね。まあ確かにね、負けは負け。ね、まあ確かに。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。今回はですね、アルテッツァです。トヨタの、はい、トヨタアルテッツァ。懐かしいね。ちょっと古いマシンですよね。そうですよね。古い、はい、当時出たばっかりの頃は
次の86って言われたのよ。人気ありましたよね、一時期ね、うん、そう。で急になんかね、人気が下がって今下がりました、急に。そのあとはどうかしずれなと思って一時期はすごい人気だったわけ、ね、そうですね。はい、挑戦者の方紹介していきます。自己紹介をよろしくお願いします。はい、日本大学の辻田智彦です。よろしくお願いします。いいね、いいね。日大はさ、ハキハキしてる。いやいや、爽やかですよね。爽やか、いい、ね、それでは愛車のポイントをお願いします。愛車は、まあ、ノーマルで、ドノマルなんで、あの車の素の部分をこう見せられる。アルテッタってどんな車なんですか。アルテッタは、まあ、後輪駆動の、まあ、そうですね、まあ、セダンで、まあ、スポーティーなセダンなんじゃないかなっていう感じなんですけれども、まあ、乗ってて楽しい。結構古い車ですけども、はい、これはいつぐらいから乗ってるんですか、この車。まあ、最近乗り始めたって感じなんですけど。なるほどね。修造、どうでもいいんだけど、はい、あいつはスタッフジャンパーを着てるんだけど確かに気になった。よくぞ言ってくれましたね。あいつはもしかしてこの番組のバイトなんじゃないか。いや、それかね、就職を狙ってますね。就職を狙ってる。なんかインターン中らしいですよ、インターン中。あ、インターン中、はい、うん、はい、なるほど。そう、インターンと対決するのが、うん、はい、誰ですか、はい、誰ですか、はい、WRC のチャンピオンですよ。ありがとうございます。すごい、インターンバスチャンピオン。すごい、新井さん。はい、新井さんです。アヘッドモーターサービス大学自動車部、新井博です。新井さん、これどんな気持ちですか、今こういう。まあ、まだ入ったばっかりの後輩なんで、しっかり、うん、WRC の、厳しさというものを、ね、叩きつけてあげようかなと思います。自信のほども。まあ、自信なければ僕多分ここにいないんで。だってエキシビションの時散々な目に遭ってるんで。そうですよね。修造さ、分かってんだろうな。分かってんだろうな。あれってなんか数週間前のバトルで負けてるよな。確かに大学生。そうですよ。よくあんなでかいこと言えたもんだ。ということで、精一杯頑張るんで応援よろしくお願いします。負けられない戦い、頑張ってください。頑張ります。はい、頑張ります。さあ、日本大学辻田智彦選手のまずはタイムアタックからスタートです。アルテッタでございます。では行きましょう、はい、新井博樹選手のタイムアタック。3、2、1、スタート。さあ、ここの進化ですね。進化速度、
ひろきの勝ちだ。ありがとうございます。ありがとうございます。あれプロはね、プロはね。あれ怖い。俺マジでちょっと心臓に悪いんですよ。プロにはこのタイムの差はどこにあったと思います？あのね、辻田くんのは、はい、試験 S 字が遅い。なるほど。ひろきくんは S 字がこうスムーズに通過してるの。でも最後ちょっと膨らんじゃったかな。はい、はい、あれはひろきくんの膨らんだのは全然あれタイムロスになってない。なってない。いや改めておめでとうございます。素晴らしい記録。すごい勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやさすがひろき。いやよかった、すごい。車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。